どうも、うずです。本日はちょっと VR の話をしたいと思います。先日プレイステーション VR が発売されました。もう手に入れた方いますか？私は今回は見送りです。ドローン買ってるからね。ただやはり VR の技術、 VR 自体にはすごく興味があって、いろいろ記事を見たり、まあニュースを見たりするんですけど、実際使い始めた方もちょっと感想的なものを見たら、やっぱり新体験ということで面白い体験ができてるようです。羨ましい。まあテレビで特集されている中で、まあ、シン・ゴジラ、映画のシン・ゴジラとちょっとコラボしたような体験型のシミュレーションだったり、まあ主にゲームだと思うんですけど、ゲームもいろいろちょっと発売この後されてくるでしょうし、まあ、今まではこういう画面を見ながらプレイしてたゲームが、こう目の前に空間が広がって首振って動いてくれて、体感型の本当に自分がそこの世界に入った形で遊べるっていう、これも VR の最高の状態ですね。まあただ今ね、あの予約で品切れ状態で、かなり今の時点でも売れてるみたいなんですけど、まあ、皆さんこういった映像メディア系が売れるとすると思いつくことありますよね。そうです、 DVD が爆発普及した時のあれです。アダルトです。ちょっと今日はアダルトの話します。別にエッチな画像を流すわけじゃないよよで、イリュージョンというアダルトゲームメーカーなのかな、これ。いやいや、美少女ゲームメーカーと言われてますね。が、VR 彼女というのを、まあ、開発して発売することになってます。発売時期は2017年の1月らしいんですけれども、まあ、このゲーム自体はね、まあ、どうなのかよくわからんのですけど、まあ、その部屋の中でね、この女の子と楽しく過ごす。もうこの時点で危ないな。まあ、ただ PC ゲームのようなので、PlayStation 4では出ないよね。ね。それなのでパソコンでオキュラスリフトとか HTC の VR で体験できるゲームだそうです。で、基本的には、ストーリー、近所に住む女の子、これ何、夕日さくらちゃんに勉強を教えてと頼まれて、あなたが彼女と過ごす時間に胸を膨らませ家を訪れるという内容になってます。もう危ないな、これも危ないな。まあただすごい進化した 3D 表現ということで、 VR の可能性の一つをね、ちょっと見出すのに最適なソフトではないかと思います。すごいねまあこれが今ちょっとモニターに映してますけど、実際にはこのヘッドマウントディスプレイをつけて楽しむタイプのゲームなので、いろいろとありそうですが、ただこのイリュージョンというメーカーなんですけど、すでにあの他にエッチなゲーム出していて、その中のエッチなゲームもオキュラスリフトには対応しているようなことが書かれてたんですよ。だからもともとね、今回のこれが目新しいわけではなくて、先にねもうやってる Windows で楽しむゲームという形になってますので、まあ今回ちょっとなんでこれを話したのかっていうところまた微妙なんですけれども、まあ VR というとこう体感型でロールプレイングを楽しんだりとか、そういう楽しみ方もありますが、やっぱり大人のね男としてはこういったちょっとね癒し的なゲームも求められるわけかなと思って、今回動画のネタにしてみました。なんか今回この話してると、私 VR を手に入れたらまずアダルトゲーム行くような感じになってますけどそんなことはありませんので、ないとは言い切れないけど、ただまあ VR、 今回 PSVR が出たので、ちょっとこういうね、 VR はプレイステーションだけのものじゃないんだよ、 PC でもあるんだよっていうところをね話したかったんです。オキュラスリフトもあの予約ってなった時に、実際私予約したくて一回ねポチポチしそうになったくらいなんですけれども、まあ、そこはちゃんと我慢しましたよ。今回のドローン我慢できなかったけど、はい、ということで本日は、PSVR が発売しましたので、それに合わせてちょっと VR アダルトゲームが、これアダルトゲームなのかなさっきからなんかちょっと分かってないんだけど、まあでもネットでね、ネット記事見ると PC 向け VR 専用アダルトゲーム VR 彼女って書いてあるから、まあアドルトゲームだね、まあ、大人のゲームということで発売される予定になってるそうです。ただこれうまいよね。だって10月13日にこの VR 専用のこの情報っていうのを出したらしいんですけど、2016年10月13日って言ったら PSVR が出る日だったんで、発売日だったので、うまく合わせて発表した形ですね。まあでもこれってあれだよね、 VR の体験会とかで出てたゲームだよね、VR 彼女って。まあ正式発表されたっていうことか、発売が。まあ本日はちょっとこういう話になってしまったんですが、まあいつもいろいろなネットニュース的なネタを動画で話していたり、まあガジェットの紹介とか自分が使ってるものを紹介をやってるチャンネルになりますので、今回の動画も気に入っていただけた方いましたら、高評価お願いします。不愉快だと思った方はスルーしてください
チャンネル登録の方もお願いいたします。ではまた別の動画で、バイバイ。なるほど。なずいね、イリュージョンっていうメーカーすごいね。昔エルフっていうねメーカーがね、アダルトゲームメーカーではね最大手だったような気もするんですけど、うん、イリュージョンか、すごいね今の 3D 技術ね。危ない。